え、なぎちゃん、まさかどのなぎちゃん、どちらのなぎちゃんですか、どこのなぎちゃんですか。え、なぎ、もしかして北海道の、え、卒業発表したんですか。なんで、なんで、なぎ、何するんですか、卒業して。なんで、なぎ、なんであんなに人気なのに、なんであんなに、だってお話し会の完売数もいっぱいあるし、私の推しメンが、なぎちゃん、私の推しメン、8月5日の現チームコンでラストだって、なぎ。私おとつい会ったばっかなんやけど、イベント一緒にしてきたよ。また同期が減った、もうやだ。私より年下、なんで、なんで、っていうかよくみんな見てたんやね、すごいね。みんなショールーム見ながら、ショールーム見ながらオンデマも見てたの、なんちゅう器用な。なぎー、マジか、マジか、マジか、ラスト、チームコン、チームちゃうがい、チームちゃうがい、そっか。卒業公演はでもするってことだよね。わ、出たいな、私卒業公演に、なぎの卒業公演に。チーム違うけど、チーム違うけど、マジで、どうもやだ、なんで、同期、マジか、なぎちゃん、卒業 しそうな雰囲気全くなかったんけどな、私が鈍感なだけ分からへんけど。でもね、なぎたちとね、何人かでディズニー行きたいねって言ってたから、行こうね、なぎ、ディズニー。うわ、北海道東北全員いなくなっちゃったね、チームメイト。もうなぎが北海道東北守ってたのに、マジか。四国もね、そうなんですよ。でも四国は四国は何人だ、4人か、5人だっけ。香川、愛媛、徳島、高知、4つだ。でも四国はもうちっちゃいからね、もうゆいね1人ですけど、もうるんちゃんも卒業発表したんで。そうなんです、四国も私1人ですけど。